すごい品質のオンリー、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。世界一正当なスウェットシャツ。はい、どうもいい服の道具です。クープのソロいかがお過ごしでしょうか。いやね、今日はね、相方の福太郎さんとそれぞれお気に入りのスウェットベスト3をね紹介していこうかなと、まあバトン形式でね思いまして、それぞれまあステイホームで撮影してのお送りとなります。それではまず1個目、こちら、まあ見てる人も分かる人も多いと思うんですけど、これは日本のブランドフリストフィアのスウェット、定番のスウェットですね。まあこれは何と言っても一番の魅力は、国産のスウェットがなんと、まあ、1万円でゲットできるという、まあ、そのコストパフォーマンスですね。この作りもね、本当コスパだけじゃなくて魅力で、これサイズ1234の3なんですけど、まあ、自分も173センチでこういう感じでジャストフィットで着れるみたいな。で、そんな中でもそのラグランやったりとか首元すっきりしてたりで、全然ジャストサイフィットやのに、そのなんていうか苦しくないというか、すごい着心地いいし、まあ、そういうリラックスできる工夫がジャストサイズでされてることで、こなれ感みたいなのもすごい出てて、自分的にはすごい気に入ってますね。で、生地の厚さも T シャツぐらいなんで、これからの季節も全然着れるかなと思って、で、まあカットソーぐらいの感じやから、まあアクセとかもしやすくて、で、自分が一番気に入ってる点っていうのはね、まあ、こういう風にね、なんていうか、アウターを羽織った時のインナー映えするというか、霜降りのグレーを刺すのにちょうどいい感じというか、まあ、霜降り感もめっちゃいいんでね、めっちゃいいんじゃないですか。いけてんなぁ。はい、ということで2つ目はこちら。はい、まあ、見てすぐ分かった方もいるかもしれないですけど、リバースウィーブですね、チャンピオンの。まあ、分からん人のためにリバースウィーブってよく聞くけど、なんなんっていうのを説明すると、まあこの生地の向きをね、逆にすることで、この袖とか丈の縦の縮みを解消したっていうねことで、まあ運動着使う人たちにとっての、まあその丈が短くなるっていうネックを解消した、すごいチャンピオンのベストセラーアイテムみたいな感じですね。で、そこの一番なんていうか気に入られてるのは、やっぱり綿ポリやのに毛玉出えへんし、肉厚でがっしりしてるっていうのかな。まあ、古着好きとかアメカジ好きの人って結構このがっしり感っていうのがすごい好き で、このがっしり感がやっぱり一番の人気っていう感じはありますね。まあ、けどちょっとリブの部分はね、ずっと使ってるとよれてくるんですけど、で、なんで脱いで説明してるかっていうとね、ちょっとこのシルエットについて話したくて、で、リバースイーブっていうのはまあ運動着なんで、その身幅はそれはラボついたらいかんっていうことで、これは M サイズなので、 M サイズなりのタイトな身幅ですけど、袖はボールとか投げやすいように、こういう風にすごい身幅と一緒ぐらい太いんちゃうかぐらいの袖の幅の広渡りが広いですっていう感じで、まあちょっと独特なシルエットなんで、まあ今っぽく着たい人とかは、その自分のいつも着るスウェットのサイズよりワンサイズ上げてみるっていうのがおすすめなんですけど、これリバースイーブは年代によっても形というか大きさ全然違うんで、 M サイズでも XL みたいなこともあるし、 M サイズでもうほんまにちょっと S 寄りみたいなこともあるんで、はい、まあ着てみるとこんな感じですね。やっぱりこのモモンガみたいなシルエットが、まあ逆にこういうすることはなかなかないんでね、いい感じにドロップ感みたいなのを出してくれて、太いジーンズとの相性もええんちゃうかなって、こういう自分が履いてるようなね。あとリバースイーブっていうのは、値段はだいたい、これが USA 製の90年代のやつやと、だいたいまあ6000から1万ぐらいで、その地域にもよるんですけど古着屋で買えますっていう感じで、まあ持ってて損はないアイテムかなと思います。特にこういうがっしりしててかつ着心地がいいスウェット探してる人にはおすすめと思います。では次行ってみましょう。はい、3つ目がこちら、まあ、後付けパーカーなんですけど、これは田辺メリアスっていう、まあ、日本のそのメリアス工場の作った日本のウィルソンのラインのパーカーです。で、この今のこれはウィルソンの時代なんですけど、今はジャックマンっていうファクトリーブランドを作って展開してるんで、まあ、これを求め、こういうのを求めの方はジャックマンで検索してもらえるといいと思います。
これがねめちゃめちゃ気に入ってて、その日本のファクトリーブランドやから品質いいしコスパいいし、でこれ麺100なんですけどすごい肉厚でもちもちしてて、でこれへたってきたら今のジャックマンさんの買わせてもらおうかなと思ってたんですけど、全然へたらんから、まあ、5年ぐらいへたらんずに切れてるんで、もうあれ買いかんでええなみたいな感じになってで、ちょっと申し訳ないんで、まあ、今度カットソーとかでねジャックマンさんの買わせてもらおうと思うんですけど、まあ、それぐらいねもうすごい品質の鬼ですね。なんというかこういうこことかの縫製とかもねすごい動きやすくてシルエット綺麗になるように計算されてたりとかして、でかつまあさっき言ったように生地感も良くて、でその田辺メディアスのそのルーツというかまあにそのアメリカのベースボールとかがあって、でまあそれでウィルソンとかもやってはったやんと思うんですけど、まあそれですごいアメリカンヴィンテージへの造形が深いこのブランドなんですよね。そのウィルソンからジャックマンにかけて両方ともヴィンテージにも合わせられるから、その古着好きも嬉しいし、でかつそのウィルソンからジャックマンになったのがそのウィルソンのブランドイメージにとらわれずに新しいこともクリエイティブなこともいろいろしたいっていう理由でジャックマンになったんで、まあそういう今のファッションにも合うし、まあもうほんまに無双状態みたいな感じのブランドで、まあ価格もねその1万から2万円って言って、まあ、さっき紹介したフリストフィアさんとかリバースイーブよりはちょっとだけ高いんですけど、まあその分ね、まあ自分がこれ5年ぐらい着てても一切へたらんぐらい品質いいんでね、まあこれこそ一生もんではないですけど、まあ超長く着れるスウェットの一つじゃないかなと思います。はい、ということでね3つ紹介したんですけど、まあやっぱり一番気に入ってるのはこのウィルソン、まあ現ジャックマンの田辺メディアス製ウィルソンが一番気に入ってて、まあやっぱり着心地とかシルエットとかも良くて、まあもう春秋冬全部着てるみたいな感じなんですけど、でまあ2位と3位がちょっとフリストフィアとリバースウィルが争ってるなって感じなんですけど、まあこれからの季節はまあフリストフィアをよく着ていくと思うんで、まあちょっとねそっちの方が上位ってことで1位2位3位はまあ田辺メディアス製ウィルソン、フリストフィア、リバースイーブって感じですね。まあこういう感じで自分の方は終わりです。ということで以上バスト 88cm、 ウエスト 56cm、 ヒップ 90cm の東映がお送りしました。次続いて福太郎さんお願いします。え、どういうことこれ、なんでこの人すぐ爆乳なりたがんの、わからへんな。まあまあいいですけどね。はい、どうもこんにちは、衣服の福太郎です。で今日なんですけど、なんかバトン動画ということでちょっとあんまよく分かってないんですけど、まあ持ってるパーカースウェットで、まあ、ベスト3決めようっていうことらしいんで、じゃあまあ早速紹介の方をしていきたいと思います。はい、じゃあまずこちら3つ用意してるんですけど、まず右から順番にこちらチャンピオンのリバースウィーブ、通称赤タグって言われてるやつですね。で真ん中こちらが N ハリウッドの 47PCs パーカーっていうやつ で最後一番右がループビラーの LW01 っていうスウェットなんで、じゃあ右から順番に紹介していきたいと思います。じゃあ早速着ていきたいと思います。まずねこっちのチャンピオンのリバースウィーブの赤タグから着ていきたいと思います。こちらなんですけど、現行のリバースウィーブの赤タグで、まあ普通はリバースウィーブって言ったらプルオーバーだと思うんですけど、僕は部屋着兼近所着みたいな感じで利便性を重視してこのジップタイプにしました。でシルエットなんですけど、やっぱ70年代の復刻だけあって割とゆったりしてます。はい、で僕さらにこれ L サイズ買ったんで、着やすさ重視でかなりゆったりしてますね。で着心地なんですけど、これね生地がねもうめちゃめちゃ肉厚で 12.5 オンスもあって、で質感がやっぱアメリカスウェット特有のドライな感じというか、こうガシガシっとしてるんで、やっぱこうお世辞にも着心地いいとは言えないんですけど、これ一ついいポイントがあって、裏起毛なんで、これ半袖とかで着た時とか今なんですけど、肌触りとかは結構良かったりします。はい、であとコーデなんですけど、これはねやっぱ裏起毛なんで、秋冬によく結構着てますね。でこれ何がいいかって、すごいね存在感があるんですよ。ボリュームとこの肉厚の感じとこのドライのガシッとした感じで存在感があるんで、この1枚で着てもかっこいいっていうのがね、このパーカーのすごい一番いいところだと思います。はい、じ
ゃあ次真ん中の N 針着てみましょうか。はい。じゃあ次 N 針のパーカー着てみましょうか。こちらね、 N ハリウッドの 47PCs パーカーって言いまして、このブランドの多分代表的なアイテムだと思います。でね、このシルエットなんですけど、もう身幅が絶妙で、めちゃめちゃ細いんですけどすごい綺麗に見えるっていう感じですね。で、丈と着丈とか袖丈はちょっと長く感じるんで、僕は袖とかこうやって折ったりして着てますね。であと着心地なんですけど、これね、なんかさっきのこっちのリバースウィーブと真逆で、まず生地がすごい薄くて、で特殊なコットン使ってるらしくて、すごいなんかしっとりとしてウェットな感じの質感で、この細い身幅にしてはすごい着心地がいいですね。はい。であとコーデとかなんですけど、これは裏、逆に裏起毛じゃないんで、こう年中着れるというか、で春夏にこう1枚さらっと羽織るだけでもかっこいいし、秋冬にこうインナー使いとかもできるんで、かなり便利なアイテムやと思います。で僕とかはファティーグジャケットとか、あとバブアのインナーとかにして使ってますね。はい。じゃあ次にルブウェアのスウェットの方着ていきます。はい。はい、続いてはこちらのループウィラーの LW01 って言われるスウェットなんですけど、ループウィラーが世界一正当なスウェットシャツっていうのをコンセプトにして作られてる会社で、無駄な装飾とかが一切なくてシンプルな形になってますね。はい。でフィッティングに関してはこれ M サイズなんですけど、割とこうタイトめで袖とかは、で僕はまあこれインナー使いをメインにしようと思ってたんで、この M サイズで買いました。はい。で次に着心地なんですけど、このループウィラーの製品っていうのが釣り編み機って言われる機械を使ってゆっくり編んであるんで、こうもうめちゃくちゃ気持ちいいんです。こうめっちゃふわふわで、もうこの服持った感じとかはすごいしっかりしてて密に詰まってるなって感じはするんですけど、着るともうめちゃめちゃ軽いみたいな、もうめちゃめちゃ最高ですね着心地は。はい。でコーデなんですけど、これは僕は春かなはファティーグパンツの上に合わせてこうコーデのメインにしたり、あとは冬とかちょっと出かけるとき急いでるときとかにダウンの下にこう急いパッと着て出るみたいな、で中あったかいみたいな感じの便利使いとかもしてますね。なんで結構使い道も幅広いです。はい。はい、というわけでね、3つ着てみたんですけど、いやまあこの中からね1位選ぶのすっごい難しいんですけど、まああえて着てる時間の長さとか愛着とかで選ぶんやったら、1位は赤タグになりますね。やっぱりこの家着でもやっぱいっぱい着てたのもありますし、一番最初にこの中で買ったんで一番過ごしてる時間が長いなっていうのもあります。で次がループビラですね。やっぱ着心地がいいっていうのと、いつ着てもいいっていう安心感がすごいんで2番目ですね。であえて3番目なんですけど、これはやっぱこうこっちは家着とかとして使えるんですけど、僕基本的に家いる方が長いんで、やっぱ外出用の1アイテムになってるんで、まあこの中では3位かなっていう感じで、やっぱどれもねコーデとか用途が違うんでなかなか難しいんで、逆にあえて1位にするにはこの着てるカーディガンを僕はもう今日1位にしてしまおうかなと思って、言ってることむちゃくちゃなんですけど、これはねもうほんまに部屋着として買ったんですよ。ループウィラーのカーディガンなんですけど、これはねスウェットよりもちょっとだけ薄手なんで、その分もう軽くて着心地も抜群で、もう大げさな言い方したらもう着てないみたいな感覚なんですよね。ほんまに軽いのにしっかりしてるみたいな最高のやつで、洗えば洗うほどやっぱ体に馴染んでくるんで、これ毎日着てるんで、買ってからもうほんまに好きすぎて、これ洗ってる時にこれ着れないんで、それが嫌なんで、もう一着買い足してローテーションしようかなっていうぐらいもこれ好きなんで、あえて今日これ1位にします。もう争ってる中で別のところから1位取ってきて、みんな平和みたいなね、ちょっとわけわかんないんですけど、はい。